こんにちは、インディーズの拓也です。台風が徐々に近づいてきてますね。風の音が結構ちゃんほん言ってますね。今週末は、ダイビングの開催はせずにお休みとさせていただきます。まあ、ただこの動画をでの発信をやっててよかったなと思うのは、海に出れない日も海のことをお伝えできるって、これはもうありがたい限りですね。というわけで今日も、海の話ダイビングの話をしようと思います。今日はですね、ダイビング機材の話をしようと思うんですが、ダイビング機材とは言っても BCD とか、フィンとかマスクとかの話じゃなくて、その他アクセサリー類の話ですね。結構その海にじゃあ行きますよ、潜りますよっていう時に、お客さんになんかすごいジャラジャラいっぱいついてますよねなんていう、お話をされることがあるんですけど、そのジャラジャラつけているダイビングインストラクターがジャラジャラいっぱいつけているものは何なのか、ちょっとお話をしていきたいと思います。僕が、常にダイビングをする時に海の中に持って入っているもの、これをちょっと紹介していきたいなと思います。まずはちょっとざっと並べた、写真を撮りましたので、これは何ですよっていう話をしていきたいと思います。で、詳しい説明は後ほど。では見てください。どうぞ。はい、こんな感じです。結構こまごま多いですね。カメラ、ライト、スレート、あとは緊急グッズ関連ですね。まあ、ツアーの場所だったりとか潜るポイントによって、これが必要だな、さらにこれを持ってった方がいいかなというものが増えたりする場合もあるんですが、まあ、基本的に、布団の海に潜るときですね、常にダイビングガイドをするときにはこの装備で潜っています。まずはカメラ関連ですね。僕は基本的にはこの GoPro とTG シリーズ、この2つを持って潜ってます。GoPro にどんな特性があって TG シリーズにどんな特性があるかっていう動画も作ってますので、ぜひそちらもご覧ください。こだわっているところはですね、これも一度動画にしましたが、カチャン、ね、カチャンつけてます。BCD にこれを使ってつけてます。まあ、両手が必ず開く状態を作りたいので、これは必須のアイテムなんですが、まあ、最もリーチが短くて邪魔にならない装備で取り付けてます。ただ GoPro の方はですね、これカチャンにしちゃうとこの棒の揺れが、ちょっと長さがあるので棒の揺れが気になるので、こちらビヨンビヨンですね、ビヨンビヨンをつけてます。こっちにつけて、映像を撮ったりするときにはビヨンとして撮ってっていう風な感じで使ってます。カメラ類はこっち、ライト類はこっちみたいな、つける位置も、いろいろ決めたりはしてます。水中でね、ごっちゃにならないように。はい、次はライト類ですね。RG ブルーのライト、広角のライトです。 GoPro で映像を撮ったりとか、広い範囲を照らして景色を見せたりとかっていう風な時にはこちらを使ってます。ちょっと赤みが強いので、青かぶりも抑えられる、まあ、メインのライトですね。そしてもう一本、予備のライト、これは、ワイドもスポットも変更できるタイプの、マレスのライトです。スポットのライトはここに生き物がいるよとかっていう時なんかに使いやすいので、はい、重宝してます。これもね、スポットとワイドが変えられるバックアップのライト、ね、ライトは2つ持って潜ってます。まあ、あとはスレートですね。これを使って生き物の紹介をしたりとか、細かいコミュニケーションをとっていますね。ゲストの方でもたまに持ってる方いらっしゃいますが、これ何とか、水中での感想を伝えてくれたりとかっていう、コミュニケーションの幅も広がるので、まあ、小さくてダイビングの邪魔にならないようなタイプのものはゲストの方でも持つといいかもしれません。不安だったりストレスを水中で細かく伝えることもできますからね。スレートベルですね、ダイビングベル、これはシュインシュインにつけてます、ね。ゲストを呼んだりとか、生き物がいるのを教えたりするときに使ったりします。これもちょっとこだわりが、こだわりというか、いろんな種類の音がこれだけで出せます。このするだけの音、もうちょっと
なんか周波数を変えてこのチリンチリンだけが伝わらないなと思った時には縦に持ってすると音の雰囲気が変わって伝わりやすくなったりします。あとは握ってこういう音音を使い分けることで、例えばこの音の時はこう、この音の時はこうとかっていうようなブリーフィング、によって、コントロールを変えたりもできたりします。これも、鳴らしすぎるとちょっと水中で音はね早く伝わりますから、チリ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 鳴りすぎてるなっていう部分もあるんですが、これはゲストの方でもいざという時のためにね、何か伝えたい時のために音が鳴るものっていうのは持ってもいいかなとも思います。次これですね、シグナルフロート。この中に空気を入れてボートのピックアップで、ね、ボートの船長に上がってきますよって合図をしたりとか、まあ、もし万が一はぐれてしまったり流されてしまった時のために自分の位置を教えたりする用途があります。これはですね、まあ、横浜で潜る分にはそんなに必要ないんじゃないかと思うんですけど、常に持って潜ってます。何があるか分かりませんからね。エアーバッグ事故することないと思うんで、エアーバッグはなしにしときましょうかってしないですもんね。必ずついてますもんね、というものですね。そしてこのフロートを水中から、上げるのに使ったりするラインですね。まあ、フロートを上げるだけじゃなくて、例えばサーチ&リカバリーのトレーニングなんかにも使ったりとか、あまりにも透明度の悪いポイントで、指標にしたりとか、使い方としてはいろんなパターンがあります。1回あこれはと思ったのは、流れが強いポイントで、まあ、ちょっとゲストの方が泳ぐのが、船まで戻るのが大変かもしれないっていう時に、これをゲストの方の BCD に取り付けて僕が泳いで行って引っ張って手繰り寄せるみたいな使い方をしたこともあります。これは APEX のリールなんですが、まあ、とにかくかっこいいですよね。見た目がハイパーヨーヨーを彷彿とさせる、パピヨンとか彷彿とさせる感じがあります。これがどうしても欲しくて、しかも青が欲しくて、45m の長さそんなに必要ないんですが、かっこよさに負けたという感じです。リールですね。そして、水面での合流時とかいざという時のためのホイッスルですね。これで一時不停止とかを取り締まったりもしてます。でそんなものを入れたりすることもできるこのApexのショートテックパンツですね。これも、常に履いて潜ってます。でポケットが広いのと D リングもついているので、細かいものをしまって、置ける、使用頻度が低いものをしまっておけるんですが、基本的に僕はこの機材をちょっとかっこいいでしょって言って見せたいタイプですので、あまりしまわずに BCD に取り付けるようにしてます。なのでこのポケットの中に入ってるのは、水中で拾った綺麗な貝殻とかが入ってます。まあ、こんな感じでですね、 BC とかレギュレーターとかフィンとかマスク、ダイビングをするために必要な機材以外にも、たくさん細かなアクセサリー類があったりします。特に緊急用機材だったりする部分は、ゲストの方でも、まあ、持っておくべきものかなと思いますので、今持ってる機材に、まあ、足りないもの、楽しみの幅を広げるためにライトを持った方がいいですよとか、緊急用機材はあってもいいかもしれませんねとか、相談してもらえれば、こういうものがありますよっていうご案内もできます。というわけで今日はジャラジャラと何がついているのかというお話でした。雨風ひどくなってきそうですので、YouTube とか見て過ごそうと思ってます。ではまた。